皆さんこんにちは、中森です、今日はですね、入試の過去問とか解いてて時間が足りないって思う人って結構いるんじゃないかなと思うんですよ。で、特に共通ですね、時間足りなくてどうしたらいいのかなって悩んでる人いるかなと思うんですけど、今回はそんな人に向けてスピードアップの話していきたいと思います。まあ、入試において時間が足りない人、例えば80分の試験で100分とか、なんなら120分ぐらいかかっちゃうみたいな人はどうやって時間を短縮していけばいいのかってところなんですけど、何が遅くて時間が足りてないのかっていうのを知るってことがすごく大事なんですね。っていうのは、時間が足りないっていうケースの人って、なんかこう解き終わんないって思ってること結構多いんですけど、このね、解き終わらないの前に、例えば英語だったら読むのが遅いとか、読んで情報を収集するのが遅いとか、設問の内容を理解するのが遅いとか、設問の取捨選択が遅いとか、遅い理由っていろいろあるんですよね。知識不足、完成度不足っていう、その入試の過去問が原因じゃないスピードの遅さっていう部分なのか、本番の経験不足とか、シミュレーション不足っていう、その本番ならではのスピードが遅い理由なのかっていうのを、まず何が自分が遅いのかっていうのを把握する必要がありますね。で、結構な割合でインプットの方の原因のケースが多いというか、そっちができてない上でアウトプットができてないケースがほとんどなんで、まずね、アウトプットよりもそもそもインプットの部分でスピードが足りなくなる原因が発生してないかっていうのは見ていった方がいいですね。特にやっぱり音読、英語の文章とか国語の長文とか、一回音読してみることをお勧めします。音読が遅いってなると、情報の把握が多分できてないんですよ。英語の文章を読んでると思ってても、何書いてあるかよく分かってなかったりとか、読み飛ばしが発生していることが非常に多いし、さらにその読んで音読こうやってやり終わった後に、どんな内容だったみたいなことを考えてみると、みたいな感じで内容がね、全然残ってないことって結構あるんですよ。だから読むという行為自体が何をすることなのかっていうのが結構分かってないケース実はあって、英語の文章とか国語の文章に当たった時に眺めてる人って結構多いんですよね。典型的な時間が足りなくなるパターンっていうのは、最初に読んだ時に情報が全然取れてない人なんですよ。なので、まずその文章を読むっていう行為に情報収集っていう意味合いを持たせないと、読みながら情報を抜いていって、ああこういうこと考えなきゃいけないんだなとか、この情報大事だなみたいな予測を立てながら読んでいくっていうことをやんなきゃいけないと。で、なんでこれができないかっていうと、このインプットやってる時に、その英語の長文とか国語の文章題とか解いてるじゃないですか。その時にですね、結構その答えありきで覚えちゃってる人って割と多いんですよ。自分が解くという前提で国語とか英語の文章を今まで解いてないケースっていうのは結構あって、だから答えを知ってるから、それありきでやってて、本番で実際に自分が文章に当たる時にどうやって情報を読み取っていけばいいのかっていうのが見落としがちなところが多いですね。なので、普段からインプットの勉強するとき、英語の長文の問題集やります、国語の文章題やりますってなったときに、問題解きました、で回答解説読みました、ああなるほどなって分かった、でそれはそれでいいんですけど、ただそこで終わりじゃなくて、実際にじゃあこれ本番だったらどうやって解いていくのが最短なのか、例えばまず設問を確認して、こういうことを気にしなきゃいけないんだな、じゃあ問題文行こうつって、ああって読んでって、ああここじゃんってこう当たりつけて、そこで選択肢と見比べて答え選んでいくみたいなことが、こう実際に本番でこういう手順で解くよねっていうシミュレーションをした上で、その解き方ができるように参考書とかを仕上げているかどうかっていうのが大事なんですね。それが本当に本番で使えるレベルのできている状況なんですよ、参考書がね。短時間で成績を上げるためにやる方法として、問題解いていく時にその淀みなく解くこと大事って話したと思うんですけど、これも同じで、結局その本番で解こうと思ったら、公式とか思い出すのに時間かかってたら全然使えないわけですよ。本番想定で問題解くってことができてるかどうかっていうのはめちゃくちゃ大事で、時間短縮っていう意味だと、本番での時間短縮の仕方っていうのももちろん大事なんだけど、そもそも時間内に解き終わるような解き方が身についてない可能性が非常に高いんで、今回時間が足りなくて悩んでる人は、今の自分の勉強の質とか、これまでやった教材の完成度を考えた時に、早く解けるようなことを意識してやってたかなとか、本番で解けること意識してやってたかなっていうのは考えてみてほしいと。で、そこがもし課題として見つかったら、それが解決すれば時間絶対単純にそれで早くなっていくので、インプットの質っていう部分をしっかり考えて、時間内に終わるための工夫をしてみてください。はい、今回は以上です。